実はです、ねあの、高畑勲監督の「赤毛のン、これにです、ね、富野さんは、ね、絵コンテで参加してるんですよ。でまだ5月っていうのは同じ月赤毛のンのコンテやってる時期なんですよねだから機動戦士ガンダムも本当にやりながら赤毛のンも手伝いながらっていうふうなこと両方やってたんです、えー。いよいよコアファイターが発信しまます。カウウンントダウンが始まります。 えー、これもう本当に細かい演算ですね109でブライトさんが銃を持って、えー、難民たちに向き合うでブンのところで難民がそれに対して銃持って来やがったかって,俺っていうふうに見ててその後ろで、えー、フラウボーたちがあ来てくれたって安心してるとでフォーがあのブリッジですねブリッジ 今ブライトさんは難民の方に行っちゃったので未来さんしかいないでそこにアムロの小さいモニターが映ってここにカウントダウンが映ってるとで3210があの操縦桿を握ってる腕からカメラがパンアップしていってアムロレイの顔になっていくということです。これはあの状況説明であると同時にお話がそのなんだろうなカウントダウンしながら アムロレイの顔に寄っていくということでようやっと主人公にお話がまとまっていくという流れを映像だけで作ってますね、えー、同時進行で、まあ、あのドラマがいくつも進んでるわけですで、えー、ゼロになったらホワイトベースからですね弾道軌道でドーンと、えー、コアファイターが打ち出されますなかなかあのいい絵ですずっとさっき言ってたように難民の部屋に行ったりそこで なんか、顔を突き合わせたり狭いコックピットの中でカウントダウンがあってでアムロの腕のアップからカメラが上っていてアムロの目になってゼロでコアファイターがバーッと噴射した瞬間にですねこのすごい抜けたいになって上の方は半分宇宙でどんどん紺色になっていて下の方が大気圏でこう雲があるんですねそこに斜め上を向いたホワイトベースがあってそこからまるで一直線にですね弾丸のようにドーンと発射される。 えー、コアファイターというのが書かれますあのやっぱ当時のそんなにねあの絵の技術も高くないし今みたいにですね CG とかも全然使えない時代で本当に画面構成とかですねレイアウトだけでいい映画を見せようというその コンテがです、ね、こう現れてます、ね、後半ねやっぱりね「機動戦士ガンダム」の後半ってこのね1話から12話までの気がなかなか回らなくなってきてもう同じような構図になっちゃったりというのがよくあるんですけどもこの第1クールのあたりっていうのはこういうですねあの静かな絵でかっこいい抜けのあるいわゆるパーッと開けたようなシーンとギュッと圧縮のあるシーンと交互に見せるのがすごくうまいです。 えー、最後のです、ね、ホワイトベースからミサイルみたいに発射されるコアファイターのシーン、まあ、本当によよかったですよね。ホワイトベースもです、ね、衛星軌道には乗れないですねっていうふうにあのオペレーターが言ってるんですけども衛星軌道には乗れないですねっていうことはどういうことかっていうとですねマッハ えー、そうですね、マッハというよりマッハ3とか5ぐらいまでホワイトベース出るわけですよ。だって、製造圏まで上がっていけるわけですからです、ね、もうそれぐらい速度は出せるけども、衛星軌道、つまり秒速8キロは出せないというわけですね、なので、あのホワイトベース自身もですね、あの秒速1キロか 2, あの2キロ近くの速度でこう上がってきてるところに、さらにホワ、あのー、なんだろうな。 コアファイターがドーンと発射するというですね、かなりですね、なんだろう、かっこいいシーンを考えていただけたらというふうに思います。脳内補完してですね。えー、っていうのはなんでこの話をするのかというと、あのかっこいいレイアウト、あの決まった絵っていうのはですね、あの、コアファイター出世のですね、放送はですね、1979年の5月なんですねで。1979年の5月っていうのはどういうことかっていうとですね、実はですね、あの、高畑勲監督の赤毛の案、 これにです、ね、富野さんはですね絵コンテで参加してるんですよでまだ5月っていうのは同じ月赤毛のアンのコンテやってる時期なんですよねだから機動戦士ガンダも本当にやりながら赤毛のアンも手伝いながらっていうふうなことを両方やってたんですねそれぐらいまだまだですね監督としてはですね何だろうなあのポットでの PayPay ということはないんですけどそれなりに自分のシリーズやってるんですけども高畑さんのアニメを手伝ってまだ自分は弟子として吸収しようとしていた時代なんです で赤毛のンの,です、ね、そのちょうどこの5月の直前ぐらいに宮崎駿が降りちゃってるんですね。宮崎駿は赤毛のンの1話から10話5話までを担当してでその後ですねカリオストの城をやるために降りてるあの役割を降りるとそうするとです、ね、赤毛のンのです、ね、作画クオリティってことはないんですけどレイアウトがやっぱガタッと落ちちゃうんですね。で富野義行はです、ね、それを見てて、やっぱその アルプスの少女ハイジ、母を誕生しる三千里は何がすごいかって宮崎駿の画面レイアウト、つまり構図ですね。構図がものすごいっていうのが分かっているわけですね。だから構図っていうのがどんなに大事かっていうのを散々学んだ後で機動戦士ガンダムに入った。で、ガンダムでですね、その、やっぱポイントポイントで絵で、あの、当時のサンライズのね、作画スタジオですから、そんなにものすごい背景が描けるわけでもないし、 安彦義数が天才といってもやっぱ全カットを描けるわけじゃないんですよ。なのでポイントポイントでこうすごい絵っていうのを見せたい。それは構図でまず見せるのを考えるっていうのを富野義時は学んだわけですね。なので今回のようなシーンになったんだと思います。